12球団一斉にセパが同時に開幕しました。12チームによる日本一を目指す戦い、今日から始まっています。阪神タイガースはここ京セラドームにドラゴンズを迎えての開幕戦となります。今シーズンの解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ小宮山さん、今年のセリーグですがどのようにご覧になってますか？昨年同様かなり混戦が予想されるので、各集中したいですよね。そうですね。さあベンチの期待に応える投球を見せてほしい。最初は変化球できました。改めてお聞きします、バッターの小笠原、どういうバッティングをしてくるバッターなんでしょう？まあそうですね、状況にもよりますが、基本的には初球から積極的にいくタイプで、一発を狙った思い切りのいいバッティングをしてくるバッターですね。あ、なるほど。痛恨の一発を浴びてしまいました。なんとか抑えたいという気持ちが裏目に出てしまいましたね。これで5点差に変わっています。タイガースピッチャーが変わります。満塁の場面でマウンドに上がったのはオスンファン。慎重に行きたいところですね。さあこの場面で打席には7番の小笠原が入っています。まあここはバッターを狙い撃ちしてきますから、甘いと大怪我の可能性がありますね。はい、いい当たりだ。セカンドの右、抑えた。二塁フォースアウト、ダブルプレイ、チェンジです。期待しましょう。勝ったタイガース、大きな今日は勝利になりました。一方ドラゴンズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のようにセントラルリーグ開幕戦はタイガースが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで京セラドーム大阪から失礼いたします。